松下元松下元松下元は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。海軍兵学校で教育に使われた五将の考案者として知られる。福岡県出身。松下武吉の長男として生まれる。中学秋吉校を経て、1903年12月、海軍兵学校を卒業し、翌年9月、海軍将尉任官。日露戦争では、 松島乗組として出生し、日本海海戦では、約も乗組であった。1910年5月、海軍法術学校高等科を卒業。高尾法術長薩摩分隊長、第一艦隊参謀などを歴任し、1914年5月、海軍大学校を卒業した。麻生法術長関西局局員、イギリス出張第四戦隊参謀などを経て、 1921年1月、海省秘書官兼副官となり、加藤智三郎大臣に仕えた。天竜官庁、海軍省人事局第一課長、金剛官庁などを歴任し、1927年12月、海軍省省に進級。人事局長、第三戦隊司令官を経て、海兵校長となり、五省を発案した。1932年12月、 海軍中将となり、練習艦隊司令官、舞鶴陽光部司令官となり、臨時編成された第四艦隊の司令長官在職中、第四艦隊事件が発生した。その後佐世保陳寿府司令長官などを歴任し、1937年3月、予備役に編入された。ありがとうございます。